本日は本当にようこそお越しくださいましたこのレディースタイムでですね副タイトルに先民セラリーに働く神の物語ということでまあ,あの中心的な人物はヨセフの予定なんですで、ヨセフという人物を考えるにあたってそのヨセフのルーツであるところの両親、良心、えーまあ、そのところから今掘り下げているわけですねでそしてこのヨセフが指し示す 聖書の中心中の中心であるイエス・キリストを紹介したいというのが趣旨です。でその世界の救い主であるイエス・キリストをこの世に送り出すという役割を果たした民族がイスラエルなんですね。今もこのガザ戦争で 本当にこのイスラエルに対する非難がいろいろ挙げられていますなるほど確かにですねこのアラブ人の一般の人たちが爆撃等で死んでいく姿は本当に痛ましいですよねしかし同時に今も人質となって数十人が本当に恐るべき恐怖の中で強姦されたり拷問されたりそれを助けるのはイスラエルしかないわけですよね 国家として国民がですね強奪されていく恐ろしい目に遭っているそのことを分かっているのに放置することは、えー、もちろんありえないことなんですよね。えー、ということでそのイスラエルは嫌、ね、が上でも世界に注目を、えー、させられている、まあ、それも大きな大きな、えー、神様の聖書の視点でいくと世の終わりに向かっていることの印なんだと私たちクリスチャンは見ています。 まあ、あのその世界情勢ではなくって今日はイスラエルの原点を見たいんですけど、まあ、今日のテーマがですね「妻たちの隠しと、えー、涙が祝福の民を形作る」えー、ということで、えーまあ、本当に不思議なことですけど全世界を祝福すると言われているイスラエルが形成されていくのに、えー、そんな崇高な高媒な思想や生き方の人たちによって でこの民族が生み出されてきたのではなくてもう本当に驚々しいというか、えー、私たちの日常生活あるいは世界中のさまざまな家庭で見られるような妬みや、えー、争いや、まあ、そういうことによって子どもが生まれてくるというそこで民が形成されるという非常に不思議というか、えーまあ、そういう内容なんですね。まあ、読んでででいいるるだけでああ意味で面白いというとうががりますが 人間の本質を描く聖書のいわばある面での本領を発揮している箇所でもあるんですね。いつものようにですね、この舞台はハランというところです。もともとこのアブラハムによって、この今のイスラエルの地、昔はカナンと呼ばれている地にここで移住し、ここで生活、天幕生活をしていました。そののアブラハムの 息子イサクそのイサクの息子がヤコブなんですね。えー、この今日の主人公ヤコブですけれどそのヤコブが、えーまあ、お兄さんを騙したということもあったのでお兄さんの怒りを逃れるために自分のお母さんの親族お母さんのお兄さんのところ、まあ、彼から見るとおじさんのところにですね、えー、この単身。 向かってそしてこのところで、えーまあ、イソフロンのような身分で、まあ、生活するわけですね、えー、それが舞台ですで今もこの波乱と言われてる地域ですね今は今もというか今はも,もう完全にこの廃墟となってしまって、えーまあ、ここが昔の波乱の地昔はここに多くの、えー、人が住み、えー、町があったんですねで、えー、この波乱に残っている、まあ、有名なこと 土のレンガですね、えー、そ,の <laughs> その土のレンガで作られた家、まあ、何百年も続いているような家です古代がこんな家であったかどうか分かりませんが、えーまあ、こんな雰囲気の、えー、町,で町であったかなというような、まあ、そんなことで写真に紹介させていただいたんですね。いつもように3つのポイントで考えたいんですけれども第1番目は人間のサガーをリアルに 描く聖書という、えー、じゃ30章ですねこの三言葉を見ていきたいと思います。えー、ラケルはラケルというのはヤコブの、えー、もう本当に熱に熱烈愛した奥さんです7年間の自分の年収を花嫁料として、えー、ラケルをメトロ7年間待ってそうしそう愛でさあいよいよもう本当に待望の 手話へ向ける本当結婚できるというその喜びに胸を踊らせて式を終えて手を迎えて翌朝顔を見たらですねなんとラケルじゃなくてリアがラケルのお姉さんがですね寝てるんですね。なんということだというその怒り狂って、えー、義理の父親に抗議に。 向かうとラバンというこの父親はですねチレッとした顔で「いやいやこの地方では妹が先に嫁ぐということはありえない」まずあれからとすぐことになってるだから私はそのこの地方の中間に逆らえないそこであれの例を出したけれどあなたが欲しているだけれども、えー、他のところにあるよりはあなたの妻にして あげつい,いてはこのもうラケルをですねメトるためにあと7年間ですね働いてくださいということで14年間ですね2人の奥さんをメトるために働くというそこに縛られているわけですよねその後半の7年間7年以降にですね実質20年間このところにいるんですがそういう中でのエピソードです。 でこの先ほど言いましたようにもともとはラケルと結婚できるというでラケルも、えー、自分がヤコブのお嫁さんになるところがです、ね、父親の,この策略によってまたそれまではこの大好きでやったお姉さんがです、ね、なんと自分を騙してお父さんに逆らわずに、えー、抜け抜けとです、ねえー、自分がお嫁さんということで。 私たちが約束してですね、もう固くこの日を待ち望んでいた、えー、それをですね、この姉が奪い取った。でそれだけでも許,さ、ね、許せないんですけれども、えー、ところがですね、この結婚してからですよ、子供がね、ラケルには与えられないで、その本来結婚するはずでないはずの姉と、しかも、 姉はですね、ヤコブを騙したわけですから、ヤコブも姉を憎んでるはずなのに、この二人からですね、子供が次から次と生まれていく。それは4人も生まれていくんですよね。4人ということは、最低でも4年間、まあ5年か6年間ぐらいですよね、この続きます。ということですから、もうラケルにとってはですね、 ヤクブが本当に愛「本当はお前を愛してるんだよ」とこうラケルに「役、え、部、ー、から告白を聞いてもですね愛してる」言うても向こうにどんどん子供ができてね、えー、あなたの愛っていうのは信用できないわ、まあ、ということになるわけですよね。えー、ということで、えー、この自分たちの方が長く一緒に生活しているはずなのに、えー、姉の方にです、ね、子供が次から次と 埋めるのを見てラケルは姉にに嫉妬しヤコブに言った私に子供ください出なければ私は死にます死ぬほどですね本当つらいというかこうレアに対する激しいこの嫉妬心に苛まされていたわけですよねでヤコブはラケルに怒りを燃やしていった私が神に代われるというのかタイの実をお前に宿らせないのは神なのだと、まあ、夫婦喧嘩を始めるわけです。 本当に愛し合っているのに、なんで憎しみ合うというか、罵り合うというか、いさかい合うことになるのか、もう自分たちでもですね、本当に情けないなと思いますけれども、でも、いかんともしがたい、その思いがですね、このラケルにも、ヤコブにはあるわけです。ヤコブがですね、この本当に7年間、えー、働いてもですね、わずか数日のようにしか思えなかった、このラケル、まあ、愛してもないラケル。 なのにですねその彼女に怒りを燃やすというのはなぜかというとヤコブ自身もですね苛立ちが隠さないわけです。なぜなければ子供が生まれないのか。それはですねこの自分ではどうしようもない。ということで自分でもですねこの神様祈ったりしていると思いますしいろいろ考えると思うんですけれども、えー、そういう。 中でですね何年も何年も子供が与えられないので焦りというかステラスというかまたその寂しそうな不満そうなラケルを見るとですね余計に「えー、これなんとかならないのかと」とちょっと神様に対してもですね「何でですか」というその不満な思いもあったんですよねそこへ、えー、ラ,ラケルがですね自分一人が苦しんでるかのようにもう怒りをぶつけてですね、えー 「私に子供ください」と出なければ私は死んでしまいますというふうに訴えられた時にですねもう、えー、役部ですねちょっと席が切ったようにねうるさいというふうにですねこの怒りを表すという。でこの自分が堂々というかあるいはこのちょっと勝っているように思っている相手が自分以上に。 祝福されている成功しているというのを見るときにですねもう何とも言えないこう妬みが出てくるというのは古今、まあ、東西、えーまあ、皆さんも皆さんに私自身もここの嫉妬妬みというのはですね、えー、本当に強く自分の中にある意味で私がクリスチャーになった一つのきっかけは罪人だということですけどねその自分が罪深いということを、えー、強く感じていたのは。 何か悪いことしたとかいうことじゃなくてというかいっぱいやってるんですけど、ね、いっぱいやってるんですけれど、えー、友人対して妬みそういうのがですねこの、えー、あって、まあ、もう本当に自分でもなんでこんなあの情けない思いになるんだということがあったんですよね。まあ、そういういのはドラマにも なりますけれど、まあ、これどこはあの能,ですよ、ね、能の中で「かなわ」という能があります。でこのかなわというのはですね木舟神社という京都にあるんですけれどこの木舟神社はですね、まあ、ある願をかけたらですね願いが叶えられるという神社なんですけれどもまあちょっと山手の方にあるんですよ。でその 日神社にですね、夜な夜な、えー、豪人がですね、もう出ている。で何を願かけているかというと、実は彼女は夫に捨てられた女なんです。5歳夫がですね、ご歳を埋めとって、そしてご歳を愛するあまり、自分はですね、夫に捨てられるんですね。そして彼女はですね、よくぞ私の夫を奪ったなということで、そのご妻をですね、呪い殺したいと。 とということで、えー、彼女はですね、この呪いをですね、この呪い殺すということを願うんですけどその時にですね、彼女の願いを答えるために、えー、じゃあ彼,女彼女に対してですね、えー、見つけがあってこの草木も眠る内密ど時にです、ねえーまあ、夜中の2時か3時です、その真夜中にあなたがですね、21日間がんをかけて、えー、もう出たら。 あなたを願っていると,とおりにですねたたり、たたり殺すことができる鬼になれるということなんですね、そして彼女は、えー、そのようにですね、この旧宗神社へも出てで、もう出るときですね、頭にこの、これね、これ,これが金輪のなんですけど、まあ、いわゆる五徳という、もう今の若い人、全然わからないと思いますけど、とというのは分かってる人います五徳 ああ知ってる人はだぶってないんでしょ知ってる人はだぶってないんでしょう金、金で、ね、三本足のも、ね、のをのして火を焚いたりいいろろするための道具なんです。それをね頭につけて、でそこにろうそくをつけて、えー、そしてですねこの髪の毛も、相手の女、呪いを殺す女の、えー、そういう印がこの髪の毛なんですね。そして夜な夜な、もう出てるうちに彼女は願い通りにですねこの鬼になるんです。 いわゆる般若の面ってありますよねあの,般若の面というのはあれは妬みに駆られてそしてもう呪い殺したいというほどのこう恨みというか、ね、嫉妬に駆られている女性の顔なんですその心の,その醜さがそこに現れているというでこの彼女がですね既に鬼になって夫のを、ね、呪い殺そう夫呪い殺そうとしていくときにまあ、えー あそこの安倍の,、ね、あの安倍生命という安倍の生命というですね、陰陽字が、ね、来て、その家に、えー、このお札をつけてですね、その彼女が行けないという、えー、そしたらついに、でも今は行けないけど、もやがて必ず泥に来るからと言って去っていくという、まあ、そんな驚々しい舞台なんですね。まあ、それがね、あのすごくヒットするというか、えー でもううつ似たよよな話がありますよねこの。これも能人になってるんですけど「葵の上」という「まあ、葵」とも言います。「源氏物語」今あの「光の君」が、えー、NHK の大河ドラマでやってますよね。えー、紫式部が主人公で、まあ、ありえない話がたくさんいっぱいあるみたいですけれども、まあ、その紫式部が書いた「源氏物語」の中に、えーまあ、光源氏が主人公ですよね。えー本当この 将来の天皇とも目指される高貴な人で、えー、しかも、えー、皆からです褒めさえされるような美男子なんです、えー、その美男子であるこの彼の、えー、お兄さんがいてですねそのお兄さんと、えー、結婚した、えー、六条の美足、えー、所というですねご婦人がいてるんです自分の義理の姉なんですところがねいわゆる憧れのお姉さんなんです できたお姉さんなんですけど美しくて気品が高くて高貴で、えー、ということでもう光源氏が本当に憧れるんですねで憧れるんですけれどもこのお兄さんの奥さんですから、えー、どうしようもないというかところが、えー、お兄さんがですね早くして若くして亡くなってしまうんですね三沙子ところはですねやむを得になるんですけどでもその時には、えー、もう光源氏は常に、えー、青いという 青の上というこの制裁をですすねまとってるわけですねで本当はのあんまり好きじゃないです。4歳年上の姉さん女房なんですけど本当は好きじゃない。ただ、えー、一応政治上というか家の事情で結婚する。ですから夫婦の仲は良くないんですけれども、えー、ですからこの夫婦の仲良くなくて実は、えー、光源氏は未足どころの方が 心あるというわけなんですねで、えーまあ、あるんですけれどもあの、えー、そしてですね結局2人の性的な関係も、えー、結んでいくという、まあ、そんなあの方になるんですね、えー、まあまあ,それあんまりこんな話をしててもあれなんですけどであのやがてですねこの2人の性的な関係もあって、えーまあ、あの要は三角関係みたいになっていくんですがところが、えー 青いの上がです、ね、この身ごもってそしてこの子供を産むようになるというで少しずつですねこの、えー、青いの上を目取ってそして子供が身ごもってということになることで、えー、まあ光源氏はですね、えー、この水戸所です、ねえー、のところでだんだん足が遠くなっていくんですそれまでですねこう自分のところで、ね、したさってですね本当にもう大勢を重ねたこともあるのに、えー、今はですねどん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 遠ざかっていく。 そししてて来いいいいと思うけど会いたいと思思ううけけどど会会たえないである時この天皇,です、ね、天皇の何かの,このお祭りの時にです、ねえー、光源氏を見れるということで黒目に乗っていくんですけどその時に青いの上の車とぶつかってです、ね、そして自分の車が壊されて光る源氏を見に来たということが本当に明らかになって本当に大恥をかくんですね、まあ、その恥をかびたそして自分が捨てられたということで、えー、この美濃子どころで生きてるんですけど。 生き霊としてこの葵の上をですねこうたたっていくそして葵の上がいよいよ出産して子供を産もうとする時ですねその生き霊が迫ってきて彼女を苦しめるというのをは彼女に見葵の上には見えないんですけれどそしてですねもうたたられるということで大名字を呼んできたりはするんですが結局子供が与えられますが葵の上自身は 呪い殺されていくというそんな物語で、まあ根底にあるのはこう女の嫉妬というものがここでは描かれているんですね。本当に脈々と何百年も演じられてきている舞台です。今日のラケルがですね、本当にもう死ぬほど辛いと、もう姉が妬ましいと、姉ばっかり子供を与えるというそのことの中で、本来愛し合っているはずの夫婦まで。 どどんどん,どん関係がおかしくなってくるという、まあ、そんな、まあ、人生というのはですね本当に、えー、ままならないというかちょっとした他のことで二人の関係まで崩れていくという、まあ、そういう,う姿がまず2節まで描かれるんですね、まあ、そういう状況でしたで次第2のポイントですけど「女の確執が祝福の民を形作る不思議と」と、まあ、これがねあのちょっと。 今日のの中心的なものですけど、えー、これヤコブ先ほど言いましたようにこれ主人公のヤコブが結局4人の奥さんをメトリオになるんですがレアとラケルそれ以外にその2人の奴隷女ということで、えー、でもでその前にです、ね、ヤコブが単身この波乱に向かおうとした時神様から彼はこんな祝福を受けるんですね。 そして見よ、主がその上に立ってこう言われた、私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。と。裸一貫でもう。 生まれて初めてですね、おじさんのところに身を寄せに行こうとするときに、神様がおっしゃったのが、お前はですね、やがてお前の子孫はですね、この東西南北に広がって、そして多くの、多くのですね、ちりちりのような大勢の、えー、民族の先祖になるんだと。だからあなたの子孫は、おびただしく繁栄するんだ。それだけではない。それだけではなくて、あなたによって全世界が、すべての民族が祝福されるんだ。というわけですね。 世界中の神様は世界中の民族を祝福したいでも世界中の民族は偶像を拝んだり神様から離れていくのでまずイスラエル民族という民族を起こして。 えー、そののヤコブというの別名がイスラエルですこのヤコブをルーツとしてヤコブに12人の子供が生まれてそこから民族が形成されていって全世界を祝福していくための聖書をイスラエルを通して完成させたりイスラエル救い主を送ったりということで世界中を祝福するための祝福の 民族、そしてやがては千年王国になるとこの民族によって全世界が繁栄していくというもうすごい全世界をリードしていく全世界に大きな大きな神様の祝福をもたらす民族となるんだと約束されてるすすごい約束です。というのはそれから4,000年近く経って今もイスラエル民族が いるしユダヤ人がですねこのアインシュタインの相対いる論じゃないですけどねイスラエル民族を通して本当に世界中に多くのさまざまな恩恵がありますし何といっても聖書がありますし何といってもキリストの救い主があ送られてるということで、えー、私たちはこの約束が、えー、単なる古代妄想じゃなくって神様からのものだというふうに思うんですね。で神様からのの大きな祝福というのに その民族が形成されるのがいきさつがこれなんですね、今の,今,の今日の30章ですで、えー。そこでラケルがですね、ヤコブとの間でも口喧嘩するというか、もう、拉ちが開かないので、彼女はです、ね、ゴ後にアして、もう考えていることを言ったんです。彼女は言った、ここに私の女奴隷のビルハがいます。彼女のところに入り、彼女が私の膝にこう生むようにしてください。そうすれば彼女によって私も こうう得られるでしょうその当時の法律は、奴隷はもので自分のものです、所有物ですから、その奴隷が生んだ子供は、えー、法的に自分の子供となるということで、法的に、えー、実質的に自分は子供を産めないけど、法的に私も子供欲しいということで、ビルハを提供しますからということで、えー、ヤカブとワカブは、えー、ビルハのところに入って、そして、えー、ビルハはですね願い通り見ごもるんですね。見ごもったとき、ラケルはですね、えー神は、神は私をかばってくださり。 かばうという、段という名前をつけるんですけど、それはね、かばうというよりは、正しくさばくという意味なんですね。神は私をかばってくださる私の声を聞き入れて、私に男の子を与えてくださった、えー、これ、さばくという意味はどういう意味かというと、本来私が制裁やと。なのに、レアが後からシゃしゃに出て、で、子供をたさくさん産んで祝福されてみたいに見えるけど、神様は私にですね、子供を与えてくれることによって、 神様は私の方が正しい、私の方が本来、ヤコブの正しい、本来の妻なんだということを、神様は証明してくださった、かばってくださった、正しくさばいてくださったと言ってるんですね。ある意味で、ですねあこれでちょっと自分の悔しい思いが少し慰められたと言って、神様の祝福と言ってますけどね、もう神様という方、本当に敬ってるんじゃなくて、もう自分の都合のいいことをしてくれたらいい神様というようなイメージなんですね。 ラケルルののの女はビルを再び身もってヤコブに2番目の男の子産んだそこでラケルは私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝った皆さんどう思います死に物狂いの争いまあ意味はこの当時はですね子供をたくさん産むということが神に祝福されているまたあの人は立派な奥さんだとまあラケルはですね結婚するまではお姉さんに対する圧倒的な優越感を持っていたと美人でみんなから褒めさえされて性格も良くて。 まあ仲悪くなかったと思いますけれども、まあ、レアもひょっとしたら自た、自慢の妹であったかもかな仲良かったかも分からないんですが、夫をですね2人で分けるということになったために、死に物狂いの争い。ですから、ラケルにはですね全然へ本当の平害がない、勝つか負けるかという感じで、そしてえ自分の奴隷がですね2人目の子を産んだときついに勝ったと言って、勝ったと言って,っ言っても、レアは4人の子供ですよ、こっち2人ですよ。 それでもねこの全然子供いないということに比べて二人も子供がということで勝ったんだと言ってこれ完璧に負け惜しみです負け惜しみやけどそう言わざるを得ないぐらい悔しかったんですねでそれでね勝ったと言ってたんですけど次はねオも黙ってないレオは自分がこう思まなくなったのを見て彼女の女奴隷今度はラケルが自分の女奴隷を差し出すのはじゃあ私もと言って彼女の女奴隷ジルパをヤコブに妻として与えた。 リアの女どろいジルパはヤコブに男の子を産んだ。リアは幸運が来たと言ってその子をガザと名付けた。私もまた、ね、ラッキーに負けずに子供来ましたよということで幸運が来た、ラッキーというわけですよね。さらに、リアの女どろいジルパはヤコブに2番目の男の子を産んだ。リアはなんと幸せなことでしょう。女たちは私を幸せ者と言うでしょうと言ってその子をアシェルと名付けた。アシェルというのは幸い,か幸いという意味です。なんで私は幸せなんだろう そう言って言いますけどなんで,で幸せと言ってますかラケル負けなかった。ラケルが2人、女どれか2人子供を儲けた。私もね、女どれか2人の子供を儲けた。もうこれでね、えー、ここはタイトルです。そしてそれ以外に私は4人の子供を産んでる。ね、圧倒的に私はもう言う。ということで、私は本当幸せなんだ。子高に恵まれてというわけですねで。そういう時にですね、その子アシェトと名付けさて、麦の刈り入れる時にルメン、長男なんですね、レ,レアの。 出て行って、ので、コイナすびを見つけた、これはね、精力剤と言われていますが、コイナすびを食べたり、コイナすびを入れると、子供の子だかるが、授かるという、そういう言い伝えがあったわけなんですね。そして、それを母、レアのところに持ってきた、それを見て、ですねラキルが、ね、そのこいなすび、私くださいとよよ、子供欲しいから、私くださいと言ったとき、ね、レアがそのことを聞いて、レアはラキルに言った、あなたは私の夫を取っても、まだ足りないんですか。 私の息子の恋なすみまで取り上げようとするのですかと言ってね、ここでね、あなたは私の夫を取ってというふうに言われてるんだよ、ラケルはね。最初はね、レアも、おラケルに申し訳ないってね、本来はラケルなのにというね、ちょっと申し訳ないという思いがあったと思う。だけど人間ってね、申し訳ない、申し訳ない、一生を過ごせません。人間ってやっぱり自分は可いいので、申し訳ないと思ったけどね、でもね、ラケル何をってね、私ね、4人も子供産んでるよ。 4人も子供を産んだのよと、ね、なのに夫の心がね相変わらず昔よりましやけどラケルに向いてるんですもうそれがねもう悔しくて悔しくて、ね、何ぼ子供を産んでこんだけ貢献してるのに夫を振り向いてという思いがあるのに、えー、夫の心は相変わらずですねラケルに向いているということでですねそのラケルからねまた恋なすが欲しいと言われた時あんたもうまだどこまで求めるのというふうに 彼女の、えー、怒りがですねの私の夫とってもとこれ、そう言われたらラケルはねそんな風に言うまでになったかというこの屈辱感、もう本当にずっと心に突き刺去ったと思いますね、言葉は本当に恐るべき刃です、お互いそれで言い合っているわけですよね。ラケルは答えたではあなたの息子の恋の遊びという機会に、今夜、あの人にあなたと一緒に寝てもらいます。 夕方にて楽部は喉から帰ってきた、玲は彼を出迎えていた、あなたは私のところに来ることになっています、私は息子の恋なすびで、あなたをようやく手に,ようやく手に入れたのですからと言ってるんです。で、で最近全然来てくれなかったわけですね。ようやく手に入れたというところに、玲の、ね、切ない思いがあるんですけれども。あの これ見たら、ヤコブね、これこれ全然、夫、主人、主人言うけどね、もう全然主人のあれじゃない、もう女たちの確執通りで、あんた、あんた、こっち、今日こっち、あんた、あの人って言ってですね、もう種付けるうじゃないけど、もうそういうような、もう何の主導権もないんです。は俳優がもう家庭で争いがもうないようにね、ということで、えー、翻弄されてるわけですよね。そういう、全然麗しくないですよ。もう神様の祝福なんて、もう程遠い。 神様って名前出てきますけどみんな自己中心なんで英語の塊争いというその世をヤ,ヤコブはレアと寝た神はレアの願いを聞かれたので彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだ4人産んでまだ子供欲しいと思ってたのと思いますけどそうじゃないんですねヤコブを、ね、自,自,自分の夫としてね得たいわけですよ そのために彼女はこれだけ,れだけの貢献していると思いたいわけですよね。そこでレイヤは私が女奴隷を夫に与えたので神は私に報酬をくださったと言ってその子をい作さらと名付けた。先ほどね女奴隷を提供して子供を生まれた時幸運がやってきたと言いましたよね。ラッキーと。2人目の子供の時なんと幸せでしょうと言ってますよね。だけどここで彼女の本音を言っていますね。私 女奴隷はお手の当たりで私に報酬をくださった報酬をくださったということは何かというと自分が代価を払ったということでつらかったということです本当はね女奴隷を提供したいんじゃないんですそれは自分との関係を欲しているわけですでも自分のところに来てくれないので若い女奴隷を提供してそしてこのレアと対抗するために子供が欲しいというのででも女奴隷から生まれてラケルと比較した時にはですね見てみーんというふうに 勝利感もあるんですけど人との比較で本当に自分の心の中で満足あるかというと満足ないんですだから今度夫との間に自分から子供が生まれた時に神様はそのもう悔しいというかもう本当にあの切ない思いに対して神はその願いを聞いてくださったというそのリアの本音がですね人間って自分が本当に幸せになると自分の弱い本音の部分を。 オープンできるんです、ねこれね、自分の弱さなかなか言えない人というのはねこれ、自分を守ろう、守ろうという人は自分の本音とか弱さはなかなか言えません。だけど、自分が本当に幸せになって満たされていると、実は私ってこれ実はネタんでたんです、実はも悔しかったんですという風に言えるんですね。人間が本当に正直になれるのはね、本当に幸せになっている本当に幸せつかんだということなんですね。その子イサ逆ルとなるけど、レアはまだ身ごもって、ヤコブに6万枚目の。 男の髪を私に良い卵もださった今度こそ今度こそ、ね、この切なさん。夫は私を弟をぶでしょうと日本語で訳してるんですけど原文は共に住むでしょうということで、ね、ほとんど自分で起来てくれないレアンラキのほにるということでこの6人も子供を産んで今度こそ私と共にもっと共にいてくれるでしょう。という、えー、このレアをね 本当にこの切ないレアの薬ブへの思いが薬、まあ、ブの中に伝わってやがてだん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 薬ブをですねこのレアとの関係をですねこの以前の憎しみとこれを騙したということから、えー、本当にある意味で愛しい存在として薬ブの中にだん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 レアも大きくなっていくということがあったわけですよね。 まあそういうこの中で子供がどんどん与えられ12人生まれるんですけどこれで10人なんですねレアが6人そしてレアの女どれ2人8人ラケルの女どれ2人ということで合計10人さあ三つ目のポイントは厳しみ豊かな神神はラケルに心を止められた神は彼女の願いを聞き入れて その会を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産み、神は私のお名を取り立ててくださったと言った。彼女はその,子その子をヨセフと名付け、主が男の子をもう一人私に加えてくださるようにと言った。この神はラケルに心を止められた。神は彼女の願いを聞き入れて、彼女の願いを聞き入れて、リアルの願いも聞かれて子供が与えられた。 しかしラキュルはですねそのレアばっかり子供が与えられる見ながらです、ね、焦り、祈り、夫に文句を言い、また夫を求め、そしていろんなことをやるんですけど、どうしようもない、もう万事休すというか、もう絶対絶命の中でですね彼女は涙のうちに神様におしう、私は本当にあわらんでくださいと、もう私は何にもできないです。もう以前の自分の美貌とか、自分の性格とか、みんなから褒められるとか、もう自信いっぱいの彼女が、もう今はですね。 心砕かれてもう主の憐れみを求めるしかないというそのような、えーまあ、けなげな心の中で、えー、神様に、えー、求めるその神様という方は砕かれた心減りくだった人をの祈り涙を、えー、無視できなかった神は彼女の願いを聞き入れてある意味で、えー、すぐに子供を与えてもいいんですけれど、えー、この、えー、彼女やレアに対して それぞれの神様のお取り扱いをなさることで神様という方を正しく知っていく神は慈しみ深くて全知全能でそして私たち一人一人に心を止めていらっしゃる方なんだ自分だけじゃなくて姉にも奴隷にもそれぞれにです、ね、神様は心を取向けてくださる方なんだということでそれを受け入れていくために。 私は自分自自身が砕かかれていかないななんですね。自分はこんなに勝っているこんなに自分は恵まれている自分にはこんな能力があるというところに立っていると人を目下げたり人の痛みや苦しみがわからないんですね。しかし自分自身が傷つき自分自身が悩み自分自身が挫折を感じ自分でもどうすることもできないものがあるんだという現実に触れていく時にです、ね、人は心に低くさられそして神様を見上げていくというか。 そして神様の慈しみの中に立,つ立っていくその慈しみを味わった時に本当の優しさを人に対して示すことができる聖書が私たちと神様が私たちを取り扱うよはそのような祝本当の人格的な成熟祝福された人生を私たちに味わわせるためにある意味で苦しみを問られるまああの 私はこのラケルのことを見るときにちょうどですねこの陶器のことを思うんですね。本当に例えばここにもですね陶器花をねいけている花瓶がありますよね。非常に美しい花瓶があります。でもその花瓶ってもともとはあの土蔵ですよね。汚いといけない土。を土をこねてこねてこねてそしてそれをこの火の中に入れることによってもちろん後で色彩を施すんですけれど。でも 本当にこの単なる土くらいから本当に麗しいこの花瓶にこ変えられていくそのようにこねられて単なる本当に土くらいから取り扱われてそしてこ変えられていく神様の慈しみに彼女が触れていくときに彼女はその息子をヨセフと名付けてそしてさらにそのもう一人男の子を与えてくださいというふうに願うんですね。 まあ、死ぬほどつらかった彼女がですねこれで、ね、神様の慈しみに慰められるんですけれども、まああのー、大阪出身のねあのタレントさんで和田明子さんという方がいますよね、まあ、私と同じような年齢なんですけど、まあ、私はあ,のあんまり,あのあんまりあの好きというほ <laughs> がないんですねもう姉,姉御肌であの本当にあの。 声も知らずみたいなねそういうところがあるんですけど実はもう悩みがいっぱいの,の彼女の,その障害なんですね、まあ、今もそうです今もほとんど目が見えない、えー、状態で網、まあ、膜網膜色素、えー、上半身というかなんかそういうの目の病気で、まあ、ほとんど光,光ぐらいしがはっきり目が見えないんですね。でまあ、彼女、うん まあまあ、の再婚してるんですけれど、まあ、今の夫は非常に優しい人で、まあ、40年以上のおしどり夫婦になってるんですけどあの、まあ、子供がはいないんですね。なぜ子供いないかというと若い時に子宮がになって彼女子宮を摘出してるんですね、まあ、彼女いわくはもう本当に自分はもう病気のデパートみたいなもので、えーまあ、今もですねこの目,の目と喉が乾燥するでシューグレーン症候群というるいは関節リウマチもある膠、まあ、原病の一種 だと思いますが、まあ、そういう抗原病のとかいうことでがん、まあ、を患う、子宮を取る、そして、えー、目はですねこの、だんだん見えなくなってくる、特に60代のとき、ね、もう本当に感染リウマチとか中腐症候群とかそういうことでもうね、箇所なのにどんどんからからで声がなかなか出ない、えー、立ってにもせないということがずっと続くんですね。 もう本当こんな辛いことが続くか知りたいと思って彼女はまあ手首を切ったりですねこの屋上から飛び降ろうかと思うんですけどそこまで勇気がないうん60代の時ある時ですねあの彼女はですねこの本当にあの死んでしまいたいっていう辛さを初めて御主人に言うんですね御主人はですねこの飯塚しさんというもともとカメラマンの和田明さんを撮ってたカメラマンの方ですけれど うんまあ、本当に優しい方で、まあ、その死ぬほどいや、まあ、本当に死にたいということで、えー、苦しんでいる彼女の言葉を聞いた時ですね彼は本当に彼女を抱きしめながらもうポ,ロポロポロポロ涙流したねそんなに辛かったのでも世の中にはね、えー、本当にこの、えー、命を流れたくてこの人口あ、えー、肝臓移植とかある心臓移植とかそれを本当にこの いる人たちもいる死にたいじゃなくて死ぬほどつらいと言ったなと,と言ってですね本当にこの一緒にですねこの泣いてくれたという夫の言葉を聞いて彼女は生きようと死ぬ死ぬよというふうにその考えをやめようというふうになったそうですね、まあ、それからでもずっとつらい状態がまあ続いているという最近はもうよくそういうことを ご本人がおっしゃるようになって、まあ、そういう練あのいや、えーっとですね、肺の、えー、慢,慢性閉塞性肺疾患という、COPD という、慢性閉塞性肺疾患にもかかっていらっしゃって、えーまあ、そ COPD という、まあ、その広報大使というか、そういう肺疾患にかかっていることの辛さだけど、えー、そういうともに、えー、そのいで中でこう戦っていきましょうという広報大使にもなって いらっしゃるということなんですけれど、まああの本当にこの死ぬほど辛いということを本当に分かってくださる人がそ様いるということはですね、とても大きな慰めになる。でラケルの場合はそれをね神様に見出したわけです。もうそういう幸いの夫でなくても幸いなこの友達を持っていなくても。 聖書は神は神慈しみけ方私たちの痛みをご自分の痛みとして感じ私たちに本当に慈しみたいと私たちに本当に祝福を与えたいと願っていらっしゃる方それが神なんですよとその祝福を神様はやがて救い主イエス・キリストを通してもたらされるんですけどここでイエス・キリストを指し示すような人物 この何度も言っていますイスラエルの歴史の中で本当にきらボしのように輝くヨセフという人物、今日初めて登場するんですね。このラケルの涙の結晶なんです。ラケルと役物の苦悩の中で祈りの結晶なんです。神様の憐れみの象徴なんです。そのヨセフが与えられた時にラケルは主がもう一人の男の子を私に加えてくださるようにということでヨセフという名前の意味は加えるという意味なんですね。そして救い主イエスキリストは この「神ご自身の祝福を増し加えてい,いってくださる方だ」と聖書は語るわけなんです。これ最後にしたいと思いますが「えー、イザヤ書というイエス・キリストが生まれる700年前の預言者で特に50「イザ在書53章というのは、えー、キリストの十字架の苦しみ、えー、私たち全人類の罪のために、えー、身代わりとなって両手を引き、えー、食,い食い付けられる。 私たちの病のために戸川、えー、苦しみを担って、えー、傷を受けてくださるという予言が、えー、詳細に書かれているんですねその最後のところに彼というのはこのメシア救い主でイエスのことです彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足するこれは十字架の上で肉体はもちろん激しい苦しみですよ十字架ですからそれだけじゃなくて私たちの罪の 身代わりとして神様から罰を裁きを受けてくださるので魂の激しい苦しみも経験していらっしゃったんですね私の正しいしもべは十字架につけられて罪人として悪人としてみなされていますが神ご自身は彼は神の御心忠実に行う正しいしもべだと行動しちゃっていてその知識によって多くの人を義とし彼らの戸顔を追うそれゆえ私は多くの人を彼に 分け与えこのイエス・キリストにヨセフがもっとさらに、えー、申し上げることもう一度子どもを与えてくださるようにということで加えてくださるということですけど神様はです、ね、イエス・キリストを通してこのイエス・キリストにの十字架の苦難を通して、えー、多くの人を彼に分け与える意味は何かというとイエス・キリストの十字架を信じて罪許されてキリストと同じように、えー、神様の子供として受け入れられて 永遠の祝福に預かる人たちをこの人類の中からたくさん起こしてくださるというのがイエス・キリストの願いなんです。救われる人たちが加えられるように、罪許される人たちがですねこの、もっともっと増え、広がるようにという思いを込めてイエスは十字架にかかってくださったんですね。彼は教師たちを先進品として分,けた分かしておる。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちとともに数えられたからである。 イエスキリストの両、真ん中に、両方にです右左に、背いた人たち、罪人たちがいました。罪人と同じようにイエスは数えられたということの予言です。彼は多くの人の罪を負い、そいた者たちのために取り出しをする。父親、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないんです。と、十字架で取り出しを祈りをなさったということの予言でもあるし、今もイエスは皆さんのため、今日お越しの皆さんのために、 祈っていらってらしゃるんですね私は、えー、イエス様を信じた後で,ですねイエス様の私の私ごときのために祈っていらっしゃるということを実感した時の喜びというかえー、私が何十回も信仰離れようとした私がイエス様を信じているというこの事実の背後にイエス様の祈りがあったのかということが分かった時に本当に私は愛されてるんだ。 実感したんですねイエス様は私たちにそのようにイエス様によって救われた人たちをどんどん加えてくださることによって神様の祝福の大きさイエス様として全世界が祝福されるという役に対する約束が今実現しているんですねその実現のベースがで本当に驚々しい人間の罪み深さでも神様は、ね、そんなぜもっともっと大きな大きなもう私たちのも,うもう楽しい 意地汚い、もう本当にエゴイストな、もうそういう汚い、愚かな罪、でもそういう私たちの失敗も、もう本当に誰にも言えないような恥ずかしいことも全部ひっくるめて、それを全部ですね、神様は駅に帰ってくださる、問題を全部、イエス様引き受けてくださる、そして祝福を与えてくださる、それが神様なんだ。ぜひここのの生きていらっしゃるる愛なる神様この方を ご自分の救い主ご自分の人生のをです、ね、おいだりする方として様信じてです、ね、この祝福に、ね、入ってくださることをぜひお勧めして終わりたいと思います。